皆さんこんにちは、クラリネット奏者のあかりです。今回はですね、先日行われました初ワンマンライブの様子を、ダイジェストでお届けしたいと思います。そして動画の一番最後に大事なお知らせがありますので、よかったら最後まで見ていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。オープニング1年あかねワンマンライブにお越しいただき本当にありがとうございます。しました。聞いてくださった皆様本当にありがとうございます。温かい空気に包まれながら演奏できて私もとても楽しかったです。そして大事なお知らせなのですが、なんと第2回ワンマンライブが開催決定しました。イエーイ。会場は1回目と同じく埼玉県の本川越駅から徒歩5分のところにある音楽ピクニック広場リズムという場所で、日程が11月20日土曜日17時開場、17時45分開演となります。概要欄の方に URL が貼っておりますので、そちらからチケットの予約ができます。チケットの種類は前回と同じく通常チケット、記念品やクレープやドリンクなどがついているクラファンチケット、そして1週間アーカイブ、つまり録画ですね、が見放題な配信チケットもありますので、川越から遠いところに住んでいる方や仕事で時間が合わないよっていう方にも楽しんでいただけるかなと思います。皆様にライブでお会いできるのをとても楽しみに待っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。それ
それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。